い、トランスファンのイルセです。今度、エヴァナイツの出演が決定されるリナリさんと今日インタビューをさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トランスの DJ としてもう10年以上、活動しているリナリと申します。よろしくお願いします。ちょっとお願いします。早速ですが、今までの DJ で楽しいもしくは面白い時のエピソードを話してください。DJ の現場は基本的にいつでも楽しんでるし、毎回楽しいから、そのいつが楽しかったっていうのを挙げると難しいんですけど、印象に残ってるエピソードがあって、どこの国とは言わないんですけど、ちょっとヨーロッパ初めて行った時に、正直期待をされてなかったんですね、私。まだその名前も売れてなかったし、アジア人の、見た目もちょっと派手な女の子じゃないですか。だからどうせ DJ 上手なわけがないっていう先入観で最初からすごい思われてて、そういうメッセージも来たし、SNS もあんま見たくなくってっていう状態で行ってパフォーマンスしたんですけど、そうしたらめちゃくちゃ盛り上がったんですよ。マイナス の先入観、どうせこの子上手くないに決まってるって思われてたところから、いざパフォーマンスしてみたら音がめちゃくちゃかっこよかったって言ってくれて、そこから逆にすっごいファンになってくれたんですよ、そこの国の人たちが。よかったですね。やりがいがあったし、その後も何回かそういう機会にはあったんですよ。欧米諸国でね、 I don't know you みたいなのが始まって、大してないって言われてたけど、なんか見てみたら最初から最後までセット見ちゃったみたいな人とか結構いて、それは一番、楽しいかもしれない。やりがいがあります。ああ、よかったですね。自分の作った曲の中で一番気に入ってるのは何でしょうか。でその理由と制作の定価について教えていただけますか。アストロロジーっていう曲があるんですけど、それもエイバからのリリースで、多分2017年とかのリリースだと思うんですけど、その曲が一番思い入れがあるし、ファンの中でも人気がある曲なんですね。私も大好きです。ありがとうございます。でそれが、もともと私ロックバンドとかをやってベースを弾いてたんですけど、その時のコード進行とかを使ってるんですね。だからちょっとよくあるトランスというか、ヨーロッパのコード進行とかとは違うと思います。日本人らしさを活かして作ったコード進行で、なかなかその融合させるのが難しいんですけど、初めてうまくいったのがアストロジーで、今もなかなかそれを超えることがちょっとできなくて、苦戦はしてるんですけど、すごく自分にとっても大事な曲だし、それがファンにもうすごい響いて、未だに好きって言ってもらえることが多いので大事な曲です。ちょっと次の質問につなげるんですけど、で最近リナリーという名前と別にリナミライとしても曲を出してますが、曲を作る上でどんな段階でどっちかのスタイルに作るかを決めますか。トランスを作るときは基本的にメロディーか、そのさっきも言ったようにコード進行から作るん でテクノってもうそもそもそれがないじゃないですか。全くないって言ったら違うけど、そのブレイクダウンとかにメロディーとかを入れることはできるけど、そのサビのドロップの部分が、最近はね、メロディックな、ドライビングなテクノとかも増えてきてるけど、テクノはそのプロダクションもドラムベースとかパーカッションプロダクションで突き詰めていってくるから、もう最初から違います。私は今からテクノを作るっていうマインドでキックベースを作り込んでいくのか、ダンスだったら頭に浮かんだメロディーだったりとかコード進行を形にしていくっていうのが作業の主な工程なので、最初から違います。ちなみにさっきのアストロロジーなんですけれども、そこのも最近リナミライのテックリミックスとかも作っていましたね。そうですね、最近の DJ セットはやっぱテックトランスとか合わせると
すごい会場が盛り上がるので、今のトレンドというか、に合わせてモダンな感じで、作り直してみました。で、それで新しくアストロロジーを、まあ、知る機会にもなりますね。日本でも、海外でも DJ を多く重ねてきてました。日本で DJ する上で、一番楽しいことは何でしょうか？なんかやっぱ安心感がありますよね。初めて行く国とかだったら、すごい様子を見つつ、まあ、いろんなスタイルのトラックとかを流してみて様子を見たりするんですけども、もちろん日本でもそうですけどね。ただなんとなくもう何回もやってきてるし、原点が日本というか東京だったから、なんとなくこういう曲が好きとかこういう曲調が好きっていうのはわかるから、もう安心してプレイできるし、やっぱ熱量もすごい感じますね。日本語で喋れる、コミュニケーションできるっていうのは大きい。まあ、英語とかもコミュニケーションができるようになったとは言って、まあ、日本語で感想良かったよとか言われるとやっぱめちゃくちゃ嬉しいです。まあ、国によって反応とかは変わったりします？変わりますね。日本だと、なんだろうな、ちょっとシャイシャはやっぱあるかもしれない。なんかどうやって、踊ったらいいかわかんないとか、すごい私も気持ちわかるんですけど、でもその海外とかだともう何も気にせず、格好とかもね、何も気にせず、自分もすぐ主張するじゃないですか。なるほどですね。では最後に、ファンに伝えたいことはありますか？はい。今まで10年、もう11年、活動してきてるんですけれども、まあやっぱ私そのクリエイターとして繊細な部分もすごい持っていて、その自分を追い込みすぎちゃって、なんか辛くなっちゃって、その、まあ、活動をちょっと休止したりとか、なんかそういうこともいろいろあったんですけれども、それでも自分を信じて、なんかずっと応援してくれてる人たちがいたから、活動を続けることができたので、本当に感謝してます。本当にありがとうございます。これからもたくさん応援したいと思います。嬉しいです。ありがとうございます。ちなみに、前回のエイバナイツも、出演されたんですよね。あ、そうです、そうです。前回どうでした？前回はね、私がほぼ全部そのオーガナイザーとして動いて、それプラス出演者としてはもちろんパフォーマンスして、でアーティストのケアとかもするじゃないですか。だからめちゃくちゃ忙しかった記憶なんですね。もちろんそのライブはすごい楽しかったし盛り上がったのは覚えてるんですけど、もうとにかくちょっと忙しくてパニック状態だったのが印象的なんですよ。だからそれは良くないなと思って成功したから良かったんですけど、またあれをやったら大変だなと思って、今回はちょっとその形を変えて私は出演者として徹するっていう方向でやらせてもらうことになったんで、すごい楽しみです。そうですね、前回も言ったんですけれども、もうとりあえず素晴らしいイベントだと思って、もう本当に、あ、嬉しい、まあ、本当に感動しました。もう、まあ、人生で、まあ、before Ava Night と after Ava Night ちょっとなんだか何かが起こりましたような気がしてて、あ、嬉しい、まあ、本当に、ね、その素晴らしいイベントを、ね、オーガナイズしてくださって本当にありがとうございます。いや、そう言ってもらえて嬉しいです。で次は、まあ、場所が違って OR 宮下パークですね。で、9月7日、エヴァナイ、はい、今回はデイじゃなくて夜です。夜ですね。初めてパフォーマンスする場所なので、楽しみです、それも。うん。私も楽しみです。それでは、エヴァナイツでまた。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。